はいメダ家族ドですいつもご視聴誠にありがとうございます今日ヤフオクの方に出品いたしましたオートヒメ2ペアです4匹ですねはい1円から出品していますこのオートヒですけど今画像でこうね見るとオレンジ色というか鮮やかなオレンジ色とブラックの コントトラストがとても綺麗なんですがこれさらにねこう秋冬に向かっていくにつれ無事だったらもっとね赤っぽいというかもっと濃い色になってきますそういうメダカです。で何て言うかなこういうのを番星型というんかな万世、うん、<laughs> タイプですね。だからずっとね長く楽しめる そういういメダカです、はい、このブラックリムのこういうメダカっていうのはいつだったかないつだったかな随分、まあ、昔に透明林のシュワカ透明林とか琥珀透明林とかっていうところをこう飼育しているとトウキタが出てきてたんですよ、まあ、10年前とか。もっと前から多分 いたと思うんだけどそういうとこってうーんその当時9年前とか結構何て言うかな注目されてなかったうん注目されてなかったんだけど知ってました。で一回その当時この網目みたいになるよねっていう。 話題になって、それも透明裏にしかならないよねっていう話があったんですよで、うん、たまにね、一匹とかしか出なくてそれがペアで出てくるっていうことがあんまりなかったですねうん。なんかね、たまに出てくるんですよたまにこうね、こういう網目模様の感じが出てくるんですよね で、そこをこう固定されていったというメダカですよね、うん、素晴らしいなかなかこれがみんな気づいてたんだけど固定をしなかったんでねしなかったというかできなかったというかでやっと何年か前にそれもいつだろうねいつだろううーん6年。 前前ぐらいなのか7年前ぐららいいなななののかか年ブラックリムのこうブラックリムというふうに言われて出始めたのがメダカがこういう形質の退職のメダカっていうのは最近ではねもう普通にありますけどその当時は割と固定されていない状態だったんで。 あついに固定されたかというう、まあ、嬉しかったですねありがとうっていう感じでした固定した方ありがとうみたいな感じでしたけどうんまあ今その時代から結構年月が経っておそらくまあ数十代 F, F いくつか知らないけどかなりいってると思うんでうん。 もう固定されてね金太郎飴みたいに同じような感じで出てきますよ。うん、ということですではピスケスの方からヤフオク出品していますんでよろしくお願いいたします。この辺でドローンします。メダカ族ドウェスターピオヨン